うららかさんとアスリさんの個性でヴィランめがけて鉄砲玉のように飛んだ僕たちはヴィランに追いつくことに成功した。そんな僕たちの目前に現れたのはうららかさんたちを襲っていたヴィランだった。次の瞬間、そのヴィランが突然襲いかかってきた。トガです、イズクくん。さっき思ったんですけど、もっと血出てた方がもっとかっこいいよ、イズクくん。レディークラッシュ。速攻で行く。直接チャンスです。衝撃は行け。届け。もう行け行け、刻むね。行け、直接。もう頼むよ。かかってこい。僕にできることを。持てる力のすべてを。やるしかないんだ。アメージング。ニューストーリーズ。なんとか戦闘には勝利したものの、二人を連れて去ろうとするヴィランたち。もうダメかと思った時、茂みから青山くんのレーザーが飛んできて、かっちゃんと徳闇くんがヴィランの手元から離れた。徳闇くんは取り返すことができたけど、かっちゃんは依然ヴィランの手の中だった。解除だ、コンプレス。問題なし。合図から5分経ちました。行きますよ、ダッド。かっちゃん！くんな、デグ。ちゃんを奪われたままヴィランは跡形もなく姿を消した。生徒40名のうちヴィランのガスによって意識不明の重体が15名、重軽傷者11名、無傷で済んだのは13名、そして行方不明1名。僕らの楽しみにしていた林間合宿は最悪の結果で幕を閉じた。カッちゃんがさらわれ、僕らも大怪我を負ってしまった。そんな中、ある作戦を聞かされた。手が届くなら、レッツストーリー。林間合宿での事件から2日後、僕はあの後すぐに合宿所近くの病院に運ばれた。みんながお見舞いに来てくれていて、かっちゃんを助け出す作戦を聞かされた。八百万さんがヴィランに発信機を埋め込んでいて、それをたどって助けに行くっていう作戦だ。でも飯田くんは作戦に強く反対していた。なんで、よりにもよって君たちなんだ。飯田くん違うんだよ。僕らだってルールを破っていいなんて。なんで俺と同じ過ちを犯そうとしている。あんまりじゃないか。レディークラッシュ。速攻で行く。行く。俺だって悔しいさ、失敗さ、当然さ。俺は学級委員長、クラスメートを心配するんだ。爆豪君だけじゃない。
込め。とっておきの裏技だ。もっと手を見て、ここに伏せる兄の姿を重ねた。君たちが暴走した挙句、兄のように取り返しのつかない事態になったら、僕の心配はどうでもいいって言うのか。いや、僕の気持ちはどうでもいいって言うのか。上からだ。繋げるか。いけるか。直接もう戦うしかないのなら、考えなお。ウィー、やるしかないんだ。アメージング。いいだ、俺たちだって何も正面切って勝ち込む気なんざねえよ。戦闘なしで助け出す。要は隠密行動。それが俺ら卵のできるルールにギリ触れねえ戦い方だろ。私は轟さんを信頼していますが、万が一を考え、私がストッパーとなれるよう同行するつもりで参りました。自分でもわからないんだ。手が届くと言われて、いても立ってもいられなくなって、助けたいと思っちゃうんだ。栄光戦か。ならば俺も連れて行け。